2024年8月21日に日本政府は、韓国国防省が島根県に属する竹島付近の海域において韓国軍の訓練が実施されたと発表したことを受けて再三にわたって強く抗議を繰り返し、訓練中止を要求したことを明らかにしたよ。韓国国防省ではこの訓練について訓練は韓国の領土、国民、財産を保護する任務を遂行するために行ったとしていて、竹島を独島と呼んで韓国領であるとする主張の下にこれまでも竹島周辺において年に数回の軍事訓練を実施してきたよな。今回はそんな竹島周辺で、韓国軍が軍事訓練を実施した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。韓国メディアの聯合ニュースによれば独島における軍事訓練は、徹底的な反日政策を取ってきたムンジェイン前政権にとって代わって、親日政策を展開しているユンソンニョル政権が発足してから5回目としているが、竹島への上陸訓練などは行われず非公開とされていたことから日本への配慮があったとの見方を報じているよ。このことについて日本政府は、訓練が非公開であったことからユンソンニョル政権の配慮に応えるためか沈黙していたんだけど、今回韓国国防省が公表したために抗議に出たものとみられているんだ。外務省ではソウルの日本大使館を通して、韓国外務省に対して強く抗議を行うとともに、ナマズアジア大洋州局長が21日の午後に、東京の韓国大使館へ電話によってキム・ジャンヨン次席公使に対して、竹島は歴史的事実に照らしても、国際法上も明らかに日本固有の領土であることに鑑み、到底受け入れることはできず、極めて遺憾だとして強く抗議したとしているみたい。竹島をめぐる領有権問題は、ロシアと争っている北海道東部に浮かぶ北方領土国後島、択捉島、歯舞島、色丹島と、中国や台湾との間で揉めている東シナ海の尖閣諸島の領有権と並ぶ、戦後の日本が抱えている解決困難な問題だよな。日本がアメリカをはじめとする連合軍に対して無条件降伏して太平洋戦争が終結してから7年が経過した1952年、韓国は日本海において一方的にイスンマンラインと呼ばれる海洋境界線を宣言し、それを根拠として竹島の領有権を主張し、独島と名付けて警察官などを島民として送り込み常駐させることで実効支配を続けてきたぜ。この韓国による実効支配に対して日本政府はただ抗議を繰り返すのみで、有効な手段を講じることもできないままいたずらに時間が経過しており、このままの状況が続くことで国際的に竹島が韓国領であるとの認識が定着してしまうことが危惧されているわけだ。太平洋戦争が終結した1945年、日本を占領して統治していた連合国軍総司令部 GHQ によって日本の漁船が操業可能な区域が設定され、それを示すラインとしてマッカーサーラインの存在があったんだ。このマッカーサーラインでは日本漁船の操業海域が制限されていて、竹島周辺においては上陸することだけでなく12海里以内に接近することも禁止されていたよ。しかし、敗戦国として多くの制限を受けていた日本では、秩序の回復に伴い主権の回復を求める声が高まり、アメリカがそれを承認し、それまでの戦争状態の終結を告げるサンフランシスコ平和条約が、1952年4月28日に公布されて発効したことによって、マッカーサーラインは撤廃されたわけだ。サンフランシスコ平和条約の中では、太平洋戦争以前に日本が占有していた朝鮮半島に近い島嶼について、放棄する島が明記されたが、それは最終島巨分島うつ用島の3島のみだったな。韓国政府はこれにマッカーサーラインにおいて日本漁船の立ち入りが禁止されていた竹島もその中に含めることを主張したけど、アメリカ側がそれを拒否したため竹島は含まれなかったね。そして、サンフランシスコ平和条約が発効したことによってマッカーサーラインは廃止されたんだけど、韓国はこれを受け入れずに当時のイスンマン大統領によって竹島を独島と呼び韓国領とするイスンマンラインが提唱され、1952年1月8日に大統領令により平和線とされ、日本のみならずアメリカの承認もなく一方的に設定されたわけだね。
これに対して日本政府は断じて受け入れられないとして抗議したが、韓国はサンフランシスコ平和条約を批准しておらず、国交がない状態であったため日本の抗議は受け入れられず、日本政府が泣きついたことで2月12日にアメリカ政府が韓国政府に対してイスンマンラインは認められないと通告をしたものの、韓国政府はこの通告を無視したぜ。韓国政府の主張はドクト・タケシマについて日本の領有権を認めているのはアメリカだけであるとして、連合国の総意として発効されたサンフランシスコ平和条約においてもドクトが日本の領土であることは明記されていないとした上で、この平和条約を批准した国のすべてがドクトを日本領と認めているわけではないとの主張を繰り返し、日本側からの抗議に対してはドクトにおいて領土問題は存在していないとして、不法に実効支配を続けて今日に至っているな。国際法上の実効支配とは、領域主権が継続的かつ平穏に表示されているという状況下での占有状態を指しているんだが、竹島について日本は韓国の主張を認めず継続的に韓国による不当占拠であると抗議していることから実効支配とは認められないわけだ。しかし、韓国は竹島の恩納島に宿舎灯台ヘリポート気象観測台船舶接岸施設操受信等レーダーなどの施設を、次々に建設して警備隊を常駐させ、男島には漁民用の宿舎を建設するなど着々と支配を固め、2005年には観光客が竹島に上陸することを解禁したんだ。うつよう島から竹島に定期的に観光船を運航することで多くの観光客を上陸させて、実効支配と主権の存在を主張するものとみられているね。韓国から観光目的で竹島に入島するには、ドクトは韓国の領土と書かれた書類へ署名してその主張を認めることが必要とされ、さらに竹島へ上陸した後に申請するとドクト名誉住民として登録されて名誉住民票が発行されることになっていて、この名誉住民は2021年までに7万人を超えているんだって。そして、韓国側の発表では2005年から2010年までの5年間において、日本人の観光客約70人がこの書類に署名して上陸しているとされていて、その中には名誉住民への登録申請を行い登録された日本人もいると言われており、もしこのことが真実であるならば日本の国益を脅かす行為に加担したことになるとして問題視されているよ。外務省では日本人が観光目的で竹島を訪れることについて、韓国による竹島の不法占拠が続いている状況の中で、日本国民が韓国の出入国手続きに従って竹島に上陸することは、当該国民が竹島において韓国側の管轄権に服することを認めたことになり、強いては竹島の領有権が韓国にあることを認めたという誤解を与えかねないとして、決して韓国側が設定した形で竹島に上陸することの内容、理解と協力をお願いしたいとしているぜ。近年になってサンフランシスコ平和条約が発効された当時、竹島を日本の領土として認めていたのはアメリカだけであるとの主張を覆す公文書の存在が明らかにされているらしい。竹島を日本領とするアメリカの提案にイギリスの代表が同意したことを、イギリス代表がオランダの代表との会談において明らかにしたことを示す1951年5月発行の公文書が発見されたほか、同年7月にオーストラリア外務省が釜山に駐在していた外交官に宛てた電報では、サンフランシスコ平和条約の作成時に、韓国が日本に竹島を放棄させることを要請したものの、竹島の正確な位置が示されていなかったことからその主張を評価できないと書かれているなど、韓国の主張を否定する公文書が発見されているのであるが、このことについて韓国では全く触れられていないな。その中で韓国は、竹島周辺での軍事訓練や各種調査を継続することで着々と実効支配の事実を固めようとしており、日本は韓国が拒否している国際司法裁判所への提訴を単独ででも実施した上で、国際社会に竹島における領有権問題の存在明らかにすべきとの声が多く上げられているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。